石毛ひろみし TV です。はい、こんにちは。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、お願いいたします。頭下げちゃいますお願いいたします。ちょっといいかな。この間ね、仕事で秋田行ってきたんですよ。はい、はい。そしたら秋田の僕の後輩、63歳の後輩がいるんですけど、はい、YouTube 見てますって言われたの。おー、ありがとうねって言ったら、登録しろよって言ったら、石毛さん、登録したら、なんかお金発生するんですか？そんな質問が出たんです。そうでしたか。大丈夫ですよ。本当大丈夫なんだっけ？俺もさ、はい、大丈夫なんだな。そう言われると確かにちょっと不安になりますが、YouTube 視聴のみであれば、はい、大丈夫なの？発生することはございませんね。ほら、いろいろこんなのね、モバイル見てさ、いろんなもの来るじゃない。何が来ますか？いや、ほら、なんか見なきゃダメですよ。それ開いたらなんか、チャリンチャリンって取られるとかさ。なんか広告だとか。そういう怖さが我々あるんですよ、はい、60以上は。はいはい、60って失礼かもわからないけど。オレオレ詐欺とかもありますし、ね。うん。で、多分そういう感覚がようわかるんですよ。まあ、警戒してることはね、安心なことではありますが、石毛ひろみち TV は安全ですよ、皆さん。山本大丈夫だ。秋田でも広げてくんろ。な。山本さん、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、チャンネル登録、引き続きお願いしまして。はい、西武戦を一緒に、はい、まあ、はい、石毛さんの解説で、みんなで見よう、だとか。はい。そんなに同じ、テレビ見て。テレビ見て。ああでもね、こうでもないと解説するわけ。はい。そのテレビはどこになるんですかね。テレビだったら今、ダゾーンとかですかね、今だと。その、まあ、野球中継を行っている、それは何の？あ、ダゾーンを見て。全部リモートですけど、それぞれがこう自分の。あ、それぞれが、皆さんも手元で見ていただいて、石毛さんも見て、見れるわけ、そこで共有すると。なるほど。解説を入れて。便利だったな、本当に。便利ですよね。本当です。ここでもうね、つながってしまうわけですからね。でもそういうのって何言っても OK っていうことはさ、ちょっとあの放送禁止用語なんか出ちゃったら、またいろいろコメント来るわけ、あとコメントが。なんで放送禁止を言おうとしてるんですか？いやいや、出ちゃうじゃん。だって前の前にマイクがなしにね、はい、もう勝手ななんかつぶやきみたいになっちゃうからさ。まあ、そうですね。そのあたりはちょっとこう想像力を働かせて、まあ、意識をしてやりましょう。はい、はい、はい。ということで皆さんお楽しみに、引き続きよろしくお願いいたします。はい、さて、はい、開幕しましたが、しましたね、プロ野球。西武絶好調じゃないですか。8試合終わって6勝1敗1分けですよ。はい、僕は今年のパシックリーグ、西武は3位か4位にしたと思うんですけど、今現時点でごめんなさい。3カードが終わりまして。ね、はい、まず、開幕投手のね、高橋光成がいいですね。あーねー。もともとポテンシャルは高いピッチャーだったんです。はい、あの、GM の、渡辺久信が言ってましたから、はい、ようやく GM が期待するような投球フォームと内容になってきましたね。はい、以前はね、ちょっと軸足をこう折れすぎて、こう自分のそのポテンシャルを潰すようなところだったんですけど、今こうパッと立つようになりましたから、ちょっと角度も出てきたし、肩も振らなくなったんで、はい、多少こうコントロールも安定してきたんで、開幕2連勝ですからね。本当ですね。ますますもう髪がね、伸びていきますね。験担ぎみたいですよ。え？ダメだよ。調子がいいんだそうです。髪を伸ばして。そんなんで験担ぎちゃいかんって、自分の力を信じなさいって。だから、注目されればされるほど、こんないろんなね、抽象とかいろいろ出てくるんだから、言葉が。何や、あのヘアスタイルは。もっと短くしなさいとかね。かっこつけてんじゃないとかさ。それ、場合、石毛ひろみちじゃないですか。ああ、逆に似合いますねっていうのもあるかもわからないけど。はいはい、でも、プロの一連でどんどんこう、広げ舞台に出ていけば、はい、そんなコメントをちゃんとね、気にするようになって、襟を立たして、やっぱり西武のエースとしての振る舞いはしてほしいかなと思いますね。はい、ね。あとは、キャッチャーの森がですね。はい。昨年ちょっとこう、キャッチャーもね、なんかこう、やったりやらなかったり、打率も悪かったんですけど、はい。今年はちょっと気合が違いますね。そうですね。うん、まずこう、バッテリーがまず森、高橋コーナー。うん。うん、あと、まあ、それだけのピッチャー先発も、そこそこ、今井もまあ、内容いいし、松本もいいし、はい、うん。わりかしまあ、計算できるものがあるかなと思いますが、はい。
さっき言ったんだっけ、故障者が多いって言ったよね。はい、そうですね、先ほど打ち合わせで、ね、まず山川選手がね、あの一塁ベースを回るときに太もも、左太もも裏肉離れ、ホームラン打ってんの、ホームラン打って、はい、一塁ベース回るときに、ね、それおかしくね、おかしいんですか、だってホームランだったらゆっくり走っていいんですよ。ああ、そういうことですか。まあ、慌てで行ったらね、肉離れとかそれはやるかもわからないけど、打った瞬間行ったなと思ったら、とっとっとっと楽に行けばいいのに。確実にベースを回って。まあまあ、調整はキャンプとかオープン戦2軍もあったんですけど、はい、何なんだろうね。開幕してホームラン打ってハムストリング肉離れば、俺が辻監督だったら、てめえ、この野郎何やってんだみたいな、なっちゃうね。なっちゃうところです。うん、まあね、4試合目でしたからね。でしょ？あとだね、故障。はい、栗山選手が、下肢の張りということですね。ああ、張りか。はい。でも、彼は逆にオープン戦も、キャンプも、オープン戦も帯同して、わりかしこう、わりかしたら失礼ですけど、立派なね、活躍をしていますし、はい、調整ぶりをしてるなと思って、はい、いい調整とかすると好調とか打つじゃないですか、はい、バッターランナーになるじゃないですか、走塁するじゃないですか、そういったなんつうの必要以上に負荷がかかってしまうことはよく理解します。まして、年を重ねていれば、昔はこう筋力が弾力あったものが、はい、それとともにこの弾力がなくなってプツッとこう切れる時があるんですね。だから新しいゴムがドンドンドンっていきますけど、はい、ちょっと古いゴムだとパッとパチッと切れるじゃないですか、はいはい、うん、その怖さがあるんで、まあ筋力の張り程度で、うん、まあちょっとこう用心はある面で仕方ないのか分かりませんね、うん、いいですか、はい、よくその張りって言いますが、うん、実際何が起こってるんですか。まあ筋力の弾力性がなくなるってことですよね。おお、弾力性がなくなる方なんですね。うん、うん、そう、うん、それはそんな質問しないでくれる。あ、そうや、分かってないんだから張りはなかったんですか。いや、張りなんてしょっちゅうですよ。おお、で、はい、いや、この張りはちょっとやばいなと思ったらテーピングしたり、その前に治療を受けたり針を受けたり、まあそれはもう本能的に察しますね、うん。でも野手の場合は頭痛いんですよ。まあそうですよね、うん、でもやるんです。なるほど、うん、だからよく最近こう言うのは違和感とかね。あ、違和感ありますね、うん、なんかしっくりこないとかね、はいはいはい、痛いの、痛くないのって、違和感って何、ボール投げれんの投げれないの、はい、わかんないんですよ、うん、でもなんか、うん、いつもと違う気持ち悪い、うんうん、このままだと怪我してしまうかもしれない。いや、それはもう本人要は、あとはトレーナーが体を触って、このくらいの筋力の弾力から大丈夫だとか、これやったら壊れるとか、全部責任がトレーナーに行くわけですよ。で、故障したら今度は PT、理学療法士に行くし、そういう面ではね、トレーナーの、なんつうの、判断するのが重要ですね。まあ、山川が肉離れ、はい、栗山が張り、ですね、そして、うん、友崎選手がなんと左腓骨骨折ということで、うん、デッドボールですね。ああ、デッドボールはまあしゃあないね。これちょっと長くなりそうですかね。長くなりそう。左腓骨、足首の近いとこかね。あ、ちょっと心配ですよね、うん。そしてブランドン選手が熱中症で、うん、はい、登録抹消。夏じゃないよそうなんですよね。まあ相当新人で気張って、はい、うん、ね、キャンプオープン戦ずっと出ずっぱりでしたからね、ああ、でそういった主力が故障する中で6勝1敗1分け。いや、どうですか、まあ、ピッチャーの頑張り、はい、まあ、森が今頑張ってる、はい、であと、まあ、ブランドンもそうですし、うん、ドラフト1位の渡辺がホームラン打ったりしてますね。昇格して即、うん、はい、で僕の後輩の若林も、はい、ヒットまで打ってないのか、あ、1本打ったのかな、だけどまあダイソーとか守備固めに行って、はい、盗塁は結構するようになってるんですよ。今チームトップの4盗塁ですね、はい、そういう面では、まあ、守れる走れるという、まあ、戦力としてベンチにいるのはいいかなと思ってます、はい、でもまあこういった主力が故障して、うん、まあ、新人が出るじゃないですか、はい、あるいは外崎とかサードはなんか山野辺だとか、うん、ウーネンティンとか出てますね。ウーネンティン選手
ね、かなりこうラッキーボーイというかですね、はい、ラッキーボーイなんですよってことはラッキーってことは日常じゃないんですよね。ああイレギュラー、うん、はい、ということは、その面、その点では視力を故障した、はい、うん、誰かあげる、はい、誰が好調なの、はい、うん、状態どうなの、うん、その2軍からの報告、あるいは1軍の選手だったら見極めて、言えば使ったら結果が出るなという、やはりコーチ連中の見立て、見極め、はい、うん、で監督が起用するかしないかの判断をする、うん、その辺の、まあ、見立てと判断が今いいから、はい、ウーネンティンとかね、渡辺も、はい、渡辺は一度オープン戦使ったんですけど、ダメだって下に落としたんですね。で、まあ中村がまたちょっと故障がちとこもあって、上に上げてサード守らせてますけど、はい、その辺の判断は、まあ首脳陣の判断はいいと思いますね。うん、だけど、ラッキーボーイ的なものですから、レギュラーじゃないんですよね。うん、まあバックアップの選手が、主力の故障で今たまたまゲームに出てるという。はい、うん、だからこれをたまたまゲームで使ってる好調だから使うということもあるでしょうし、はい、出てる方はこれがチャンスだと、うん、そうですね、うん、頑張って頑張ってここでレギュラー取っちまえみたいなね、はい、そういう欲を持ってやらないとまだダメなんですね、うん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 、でもまあ今までずっとバックアップの選手だったんで逆に冷静に見るとそう好調さは続かないだろうという、うん、そうなんですか、うん、でそうすると次誰するとか、うん、主力はいつ帰ってくるのっていう、はい、その辺ですよね、うん、その辺は今西武ライオンズはいいでしょうね。でも本来ならばレギュラーが早めに傷を癒して現場復帰しないと、はい、こういう、まあ夏の好調的なチーム維持はできないという、うんうんうん、だから今はたまたまかもあります。なるほど、うん、はい、判断しちゃうとね、うんうんうん、だから渡辺が、まあ、ゲームデーブ使って、うん、エラー二つもして、下行ったんですね。うん。で、使えばその10回に1回ぐらいホームラン打つかもわからない。まあ、そんな確率じゃないな。3時間に1回ぐらいホームラン打つかもわからないけど、じゃあ守備力どうなのっていう。それでピッチャーの足引っ張ったらどうなのみたいな。うん。その辺のこう、使い勝手、はもう首脳陣の腹一つですよ。うん。だけどまあ、ね、あれよあれよ、我々のその予想を裏切って、いい方に裏切って、はい。6勝1敗1分け、ね、首位ですから。そうです。うん。うん、まあ、それはそれでライオンズとしてはいいスタートが切れて何より何よりじゃないですか。はい、そうですね。ソフトバンク、はい、9勝行って3立て食わしてきたんですよ。そうですよ。ありえない、今、ゴミまではありえない話だったんですよ。ね、嬉しい驚きですね、うん、はい。まだ外国人も帰ってきてないしね、そこはやはり今シーズン大きいですよね。うん、まあ、外国人、他の他の球団もね、はい、いないところもありますけど、うんうん、はい、うん、その辺は逆に、うん、延長がない9イニングを考えた場合には、うん、案外監督も思い切った選手起用もできる話だし、うんうん、これは案外監督にはいい決断とか、うんうん、判断材料になるゲーム運びにはなりますね。でもまあ、予想に反してやっぱり投手力が頑張ってるかなという気がしますね。でもう一つはやっぱり楽天がまあそれなりに、はい、うん、うん、まあそれなりに、まあ田中将大はそのひらめきのちょっと張りで今帰ってきてませんけど、はい、うん、それなりに、うん、涌井も頑張ってるし、うん、うん、そうなんですよね、うん、なかなか面白いじゃないですかね、うん、うん、やっぱりね、あといいなと思ったらオリックスですか、お、投手力が、はい、うん。特にいいです、山本もいいし、はい、特にいいのは左の宮城ですね。うーん、これ西武戦投げてきてやられたんですよ。3打4打で抑えられたかな、はい、うん、非常にストレートと抜くボールもありますし、はい、非常になんか怖い嫌な存在になりますかね。あ、うん、嫌ですね。そしたらなんかまだね、新人王の権利があるんだって。あ、なるほど、うん、楽天の早川と、はい、この宮城と、うん、まあ、西武でその、ね、新人の誰かが出てきて、はい、うん、争ってもいいかなと思いますけど、そうですね、うんうん、まあ何でも言うように首脳陣の使う起用、まあ、バックアップ選手の起用方法と、はい、まあ、好調で買われて今使われている選手はもうこれをもうチャンスとして死に物狂いでそのポジションを取ってしまうという、うん、まあ、そういう競争意識ですよね、はい、うん、
こういったものをうまく作っていくと、まあ、西武がこのまま多少、はい、うん、勝ち進んでいく可能性は出てきましたね、うんうんうん、今じゃあ、まあ、うまく噛み合って、そうですね、まずはスタート切ったというところですね、うんうん、今日から楽天戦かな、首位攻防だと思うんですけど、はい、そうですね、あ、まあ、今日って言ったんだけどね、はい、今日は4月6日ですが、はい、と思いますね、楽天ですね、いよいよ当たるわけですね、そうですね、はい、はい、で、まあ多分要はまだ、何カードだ ?3 カードですか、はい、3カード終わりました、あと他の2球団残ってますからね、はい、うん、そのまあ一応一回りしてから、大体相手戦力、はい、チームの調子はどうなのかっていう、あ、そうですね、まあ、それが大体こう微調整しながら、はい、長いペナントレース向かっていきましょうということでじゃないですかね、うん、はい、はいはい、とりあえず良かったです、西武ライオンズ、はい、素晴らしいスタートダッシュです、はい、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます、まずチャンネル登録をお願いします、そしていいねもついでによろしく、それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。